いや誕生日だから歌った不思議人間になっちゃってなんででもなんでこんなことになっちゃったかっていうと、うんうん、やっぱりあのクイズに勝ったからじゃない、ね、本当の反省会だねここがね、うん、でもさっきもねずっと話してたんだけど、うん、まあ一発目は上杉先生対決、でまあね先生堂々勝負して、ね、上杉は気持ちよく負けましたよ、気持ちよく負けて、はいはいはい、ねちゃんと次につないで藤原も次にね、接戦の末、はい、いい試合でした、うん、見事に敗北して、はい、負けと来て、はい、ねもう先輩先輩とナッシングス、うんうん、ザ・ボーンズとかかって、はいはいはい、さあどう締めてくれんのかなと思ったらもう我先にと、はい、柳沢バーゲンのおばちゃん状態はい、柳沢、はい、柳沢、はい、はい、ネズミ先輩、ピポピポ、イエーイ喜びすぎじゃねえ、コウ君の気持ちを考えたことある？本当に意地が悪い、なんでコウ君は柳を指名したか覚えてる？いや、僕が覚えてる？曲を作っててとかっていうところでね、うん、だよね、コウ君なりにさ、うん、いやもう敬意だよ。いやいや本当そうだよ、ね、リスペクトを込めて、はい、お前ドロー塗ったんだよそんな柳沢さんのそんなピュアな気持ちいい、ね、いやだってね、そんな柳沢さんと戦いたいってさ、うん、思ったんだよ。いやだってね、うん、分かっちゃったんだもん。そうだよ、例えばさ、ね、あそこであんまりにも、うん、でもやっぱり正々堂々勝負するの大事なことじゃん。そうでしょ。で結果さ、うん、バッて早く答えちゃって、はいはいはい、正解しちゃった瞬間に我に返んならいいんだよ、うん、やべ勝っちゃった俺、あーみたいな、ね、どうしようどうしよう、ごめんみたいな流れが、ごめんごめんとかなるのかと思ったら、あの時なんつったんだっけ俺、イエーイってニヤニヤして全力で喜んで、あんなガッツポーズ冬季五輪でも見なかったの。すごいよ、すごいよ、あんな喜び方できんだな。ですからメール来てるよ、はい、なんださっきの大人げなさは、うん、そんなんだからキスのジーン・シモンズさんに怒られんだよ。いやもうさそうだよ、ジーンさん、その通りじゃん、その通りじゃん、そうだよ、ジーン・シモンズさんに音楽を続けていくのに一番大事なことは何ですかって逆質問された時なんて答えたんだっけ。情熱って言った。あ、パッションって。パッションって。ね。いや、自分でもね、振り返るとね、恥ずかしくならないの。いや、恥ずかしいですよ。自分を。だって俺ちょっとだって飛び上がったもんだって。家、ね、の時。22歳だってよ。そうだよ、22歳。八公演ぐらいだろ。しかもさ、大体、うん。ね、なんかそういう、みんなにね、言ってもらってさ、うん、やっぱりこれはね、うん、とはいえ、うん、あの、コウ君のね、うん、かけたい曲を、うん、ぜひかけてもらえないですかって逆に最近はさ、うん、いえいえそれは勝負なので、うん、そんなことはできませんって逆に言われちゃってさいつかって待っちゃってな、また最後に、うん、一言何かありますかって言ったら、うん、柳沢さん本当に、うん、尊敬してますみたいな、うん、武道館も行きますんでってね、もう俺じゃあさ、うん、それを踏まえさ、うん、さっきのさ、うん、勝った瞬間さ、うん、もう一回柳が再現してよ問題ありますからさ、うん、問題俺が今言うから、うん、もうあたかもコウ君と勝負してるかのようなさ、ね、気持ちでもう一回やってくれたら嬉しいなと思います。では今しめの時間です、はい、藤原さんも上杉さんもちょっとね、はい、温かい目で一年柳さん見ててください、はいはいはい、これガチですよね。そうだよ、ね、うん、もうコウ君も頑張ってこの問題勝っていただけたらと思っております。この問題はですね、はい、先に、1本、先にもう正解した人の勝ちでございます、うん、はいはい、分かった人から名前を言って答えてください、うん、はい、では問題です。今からあるアーティストの名前を反対から読みますので、うん、どのアーティストを言ってるか早押しで答えてください、うん、いきます。はい、イパンセ、水根、柳沢、はい、どうぞ、ネズミ先輩、ピポピポピポン、いやちょっと過剰じゃない今のはね、過剰演出だ ね、なんかさ、ね、もう何やったってダメじゃんよ、再現立ち上がってはいなかったよ、ね、リクライニングぐらいだったよ、ね、ね、ちょっと反り返るぐらいだったよね。あと、もうなんで俺もやるんですか、藤原さんもやってよ、みんなやってみる、みんな、あ、じゃあみんな柳ごっこしてみよう、柳ごっこね、ね、じゃ あ、はい、うん、あ藤原さんに問題しましょうか、ちゃんと似せないとな、柳の、今からあるアーティストの名前を反対から読みますので、どのアーティストを言ってるか早押しで答えてください。友妻スタートちょっと待って友妻スタート、はい、柳さん、どうぞ、トータス、トータス、うぜえ、なんなんこれ
なんで暑いか、なんだよ、なんで俺なの今日遅い回だって柳を愛する回じゃねえの全然音も出なかったよ、いきなりすぎてびっくりしたわ、ちょっと待って、びっくりしたわ、どうする、上杉答えたやつだと藤原にやらせたい、俺が答えるよ、上杉答えるよ、俺が答えるよ、じゃあ行きますよ先に正解した人の、はい、もうこれ、はい、全員参加、はい、3人ね、はい、行くよ、どのアーティスト言ってるのか、はい、早押しで答えてください、はい、いきます、ルクンカザクッキ、はい柳さん、はいどうぞ、キックザクッキ正解、いやなんでこいつこんな得意なんだよ、気持ち悪いなんでこんなこいつ得意なの、俺は正直すぐ分かった、俺は正直すぐ分かったけど苦しい、ちょっと苦しい、こんな時間に分かったけど、こんな時間にお腹発射する柳をねもう一回見たかった、お腹と顔が痛い、確かにお腹と顔が痛いよ、こんな笑ったら体によくね、しかもさ家にちょっと栄光感してるのな、つらいということで、お時間でございます、こんなこんな大こんなたくさん見てくれてね、ありがとうございます、みんなみんなコメントも読み切れないぐらい苦しさ、本当ありがとうございます、ということで、それでは、最後に柳沢さんの歓喜の声でお別れでございます、柳沢さんどうぞ、いやこれはもう違うでしょ顔がムカつくバイバイ